ようございます。引き続き解体やっていくんですけども、今日はなんとですね、隣の生口島からボランティアをしたいということでお手伝いに来てくださった方がいます。はじめまして、駅元健太と申します。駅元さんです。ちなみに初めましてです、僕も。昨日初めましてで、そう、昨日初めましてで、ちょっと畑作業手伝ってもらってサウナ入って一泊して今に至ると、うん、いかがですか。そうね、でも島暮らし今もう1年半ぐらいしてたんで、はい、そう、全然違和感はないし、むしろ居心地良すぎて昨日ボランティア来てよかったなって感じ。あ、うん、ありがとうございます。詐欺亭もおもろかったっすね。ね、おもろかった、昨日と12時ぐらい1時 ?12 時ぐらいまで、ね、12時、うん、ぐらいまで飲みましたよ、うんうん、いやもう本当ありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます、はい、そんな感じで今日は秋元さんに手伝ってもらいながら解体やっていきます。お願いします。お願いします。解体の時ホコリめっちゃ出るんでマスクせなやばいよねっていうことで、昨日マスクはあの詐欺亭の勝子さんにいただいたんですけど、こちら見てください、これ全部紐ついてないんだけど。そんなことある。え、あ、ほんまに全部ついてないっすわ、紐が。どういうこと、こう、え、ですよねこれ。ついてない。え、そんなことある。
お疲れ様です。お疲れ様です。びっくりした。びっくりした。どうすか。今めちゃめちゃリラックスしてます。あ、ですか。ハンマーいいっすよね。ね、ハンマーね。そう、めちゃめちゃ良かった。あのテコの原理のあれがなかなかうまくいかなくてちょっと。あ、バールですか。そう、バール。うん。そう、戸惑ってるけど。ハンマーは、まあ、誰もできるんで、うん、マスターできたと。うんうんうん、気持ちいいですね、やっぱ晴れるとね。え、本当に気持ちいい。ちょっとこの後サウナ待ってるんで。そう、楽しみな、はい、海に、この海に行きたいな、すぐちょっと休憩したら、ね、また引き続きお願いします。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。ありがとう。ちょっと全部定点で取り切れてないんですけども、いかがでしょうか。ここはね、ちょっと怖かったんで、取り切るのは一旦置いてます。で、ここの天井はほぼ、これなぜかとて、落としたのと、こっちですね。こっちの天井も、綺麗に。落としました。これが天井の、これ木枠がまず使えそうだったんで、なんかデザインによっては残して再利用してもいいかなって感じです。なので一応残してます。はい。で、こちらトイレの横に押し入れがあったんですけど、押し入れ全部抜きました。この土壁も抜いて、いいね。ここがあと長い廊下にしたいと思います。こっちはトイレ、率直な感想ください。率直な感想。好きなんだなと思って。あ、こういうんですか。そうなんですよ、好きなんですよ。吹き抜け綺麗に抜けたらかっこいい。で、この柱、この指でこれも落とせたらかなりもっと広く見えるんじゃないか。今からこれ小さくカットして薪にして、最後池本さんにサウナを堪能してもらって今日は終わりかな。本当に助かりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ボランティアいつでも募集してますんで。ボランティアいつでも募集してます。やば、真っ黒。ありがとうございました。